ペギー・ウィットソンは、アメリカ合衆国の生科学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。彼女の最初のミッションは2002年で、第5次長期滞在のメンバーとして、国際宇宙ステーションに滞在した。2度目のミッションは2007年10月10日に、打ち上げられた第16次長期滞在で、女性として、史上初めて ISS の機長を務めた。 ISS への2度の長期滞在によって、ウィットソンは宇宙で376日間を過ごし、これは NASA の宇宙飛行士としては最長となった。すべての宇宙飛行士の中でも20番目に位置している。スペースシャトルのミッション STS-120 の機長は女性宇宙飛行士のパメラ、メルロイが務め、史上初めて女性機長が2人同時に宇宙空間に滞在することとなった。 2007年12月18日、彼女が第16次長期滞在中に宇宙遊泳で太陽電池パドル回転機構を点検している時に地上管制塔の職員が宇宙遊泳の通算回数及び通算時間で NASA の記録を更新したことを告げた。5度の宇宙遊泳の時間は3時間37分でスニータ・ウィリアムズの持っていた29時間18分の記録を更新した。 ウィットソンの5度目の宇宙遊泳は ISS の組み立て及び維持管理のために行われたちょうど100回目の宇宙遊泳であり通算時間は32時間36分となった。これはすべての宇宙飛行士の中でも20番目に位置する記録である。ウィットソンはアイオワ州マウントエアーで生まれアイオワ州ビリコンスフィールド郊外の農場で育った。 ウィットソンは1978年にマウントエアーコミュニティ高校を卒業し、1981年にアイオワ・ウェスレイアン・カレッジで生物学と科学の学士号を取得した。その後1985年にライス大学で科学の博士号を取得し、1986年10月までフェローとして研究に従事した。彼女はクラレンス・サムズ博士と結婚している。 フェローの研究を終えると、彼女は、テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで、働き始めた。1988年4月から1989年9月まで、NASA の生科学分野の契約先であるクルーム、インターナショナルで、生科学研究者のチームの監督を務めた。1991年から1997年まで、テキサス州ガルベストンのテキサス大学医学部に、 内科学、人間性科学、遺伝学の非常近所教授として招かれた。1997年には、ライス大学で、生科学、遺伝子工学の非常近所教授となった。1992年から1995年にかけて、彼女はシャトルミールプログラムのために働き、1996年に宇宙飛行士候補に選ばれるまで、 ジョンソン宇宙センターの医科学部門の副部門長を務めた。1989年から1993年まで、ウィットソンは NASA で生科学の研究を行った。1991年から1992年までは STS-47 に積まれるペイロードの開発に携わった。1992年にはシャトルミールプログラムの要因に選ばれ、 1995年まで務めた。1995年から1996年までは、アメリカとロシアのミッションワーキンググループの共同議長を務めた。1996年4月、ウィットソンは宇宙飛行士の候補に選ばれ、1996年8月から訓練を開始した。2年間の訓練と評価を終えると、宇宙飛行士室の作戦計画部に配属され、 1998年から1999年まで、ロシアで乗組員テストサポートチームを率いた。2003年11月から2005年3月まで宇宙飛行士室の副室長を務めた。2005年11月から2006年9月までは、第14次長期滞在のバックアップ機長としての訓練を受け、第16次長期滞在の機長に選ばれて2007年10月に、 ソユーズとが -11 で打ち上げられた。第16次長期滞在で彼女はスニータ・ウィリアムズを抜き女性として最多の宇宙遊泳回数を達成した。第5次長期滞在の乗組員は2002年6月5日に STS-111 で打ち上げられ2002年6月7日に ISS とドッキングした。6月間の滞在でウィットソンは リモート操作システムを用いて ISS にモービルベースシステムや S1 トラス、P1 トラスを取り付けた。また、ロシア製の宇宙服を着て4時間25分の宇宙遊泳を行い、ズベズダに微小隕石防御シールドを取り付け、微小重力実験装置の点検、起動を行った。彼女は滞在中に NASA の初めてのサイエンスオフィサーに指名され、 生物学や微小重力科学等に関する21の実験を行った。第5次長期滞在の乗組員は2002年12月7日に STS-113 で地球に帰還した。彼女は最初の飛行で184日22時間14分を宇宙で過ごした。彼女の2度目のミッションは第16次長期滞在で、 2007年10月10日にソユーズ・トマ -11 で打ち上げられた。同僚のユーリマ・マレンチェンこと宇宙飛行関係者のリソケンとともに2008年4月19日にソユーズ・トマ -11 で地球に帰還した。大気圏再突入の際に推進モジュールの分離がうまくいかず弾道突入となったため乗組員には通常の約8倍の重力がかかった。 彼女はこのミッションで191日19時間8分を宇宙で過ごした。ありがとうございます。